フランチャイズ版「タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・フランチャイズ」ではどうぞ失礼します今宵も全国展開の野望を抱く志願者が。 フランチャイズの猛者たちへと食らいつくまずはご経歴をどうぞ久保田翔也28歳広島県から来ました最終学歴は中学校卒業現在の職業は24株式会社の代表取締役です今回株式会社フランチャイズチャンネルへ求めるサポート内容を教えてください24の本部構築加盟店開発をお願いしたいですあなたが思い描く FC の姿は 24を全国展開し、各地の美味しいスイーツを皆さんへ届けたい。では、オールアンナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチだ、フランチャイズ簡単な経歴をお願いします。中学校卒業後、建設業、不動産業、携帯ショップへ従事した後、23歳の時に、携帯販売事業の会社を設立いたしました。現在は、白島県にて、建設業、不動産業、 警備業を営んでいる傍ら今年の3月1日にに24株式会社を設立し現在に至りますでは今回の事業プランをまず簡単にお願いします。流行りの場合、スイーツを中心としたコンビニやスーパーでは並んでいない商品を豊富に取り揃えたスイーツ専門の無人販売所です。仕組みとしては冷凍ショーケースに商品が陳列されており、お会計は iPad のセルフレジを使用し、決済については再選銭箱へ現金を投入していただく形となっています。 おうちでお肉のスイーツ版っていう感じですかねはいそのイメージですはいスイーツしか売ってないですかもうスイーツのみ取り扱いしていますいきなりで、ね、申し訳ないんですけどこれ桁間違ってないですかこれねはいっ合ってますだって売り上げ575万で営業利益158万とか28日間で527万8000売り上げて147万とか <え>そんなに売れるの4日オープンで122万とか、一桁違うんじゃないぐらいの勢いですけど僕自身も正直びっくりしているところがあるんですけども、1 <laughs> 号店の直営に関しても、オープン30日間での売り上げが677万円、もう買ってますね、商品単価が高いんですか、商品単価としては500円、平均500円です。 お客様の単価としては1500円前後ですじゃあ集客がすごいんですね集客,は客数がはい無人でこんなにもかっちゃったらなんか他のビジネスやりたくなくなっちゃうぐらいの全国のケーキやアイス屋が潰れるレベルですね <laughs> すごいね <laughs> どういうきっかけでこれ竹村義宏事務所代表竹村義宏 30年間で50を超える FC の立ち上げに関わってきたこの男 YouTube フランチャイズチャンネルを拠点に生み出したサクセスストーリーは数知れず FC 業界のストーリーテラーは志願者を主人公にいかなる物語を作り出すのかどういうきっかけでこれ始められました僕自身がやっている事業が俗人性が非常に高くて人に常に悩まされてきた事業ばかりでしてその中で人に頼らず えー、仕組みでできるビジネスを模索している中で無人業態っていうところに着目しましたスイーツっていうコンテンツに決めたきっかけは24の役員のお母さんからの言葉がきっかけでして SNS で話題のスイーツを食べたいでも近くに売っている場所がないインターネットで購入すると送料が高い単品で購入できないそういった課題を聞いたときに僕自身スイーツ×無人 店舗をやることによって、これらの課題を解決できるのではないかと思い、始めました。これが実際に、その無人販売所で売られているものなんですよね。はい。ちょっと立って、僕にご紹介ください。まず僕の目に留まるのは、これなんですけど、なんにしても。はい。これは、まさしくケーキなんですか。はい。プ。これを一開けると、どんな状態になるんですか別に出てくるわけじゃなくて、スプーンでこれ、そうです。ほじって食べるような世界。はい。そのイメージです。 これはなんでできてるんですかね。ここはここはプラスチックですか。プラスチックです。はいはい。ええ。え透明なのはい透明ですね。あ本当だ。これは開けると上が全部開く。そうですね。缶みたいになってます。はい。なんかその上にそのスイーツとかを積む順番で商標みたいのがあって真似しちゃダメなんですよそのデザインを。あそうなの。へえ。イチゴの位置とかクリームの位置とかは同じものを作ってはいけないみたいな。詳しい。これはこちらは広島の高級チーズケーキです。チーズケーキ。ほお。 こんな感じです。でも、お高いんでしょはい。正直、値段は、結構ますちなみに、これがいくらぐらいえり売値で1000円です。千円。はい。これが。600円です。おお。これが何なんですかこちら、みたらし団子瓶。中にみたらし団子が。あ、はい。それが、それ見たことある。出た形がこれ。あ、そうです。はい。めちゃめちゃ、そのまま食べようとしたら、ドワーって、っと溺れるやつだよね。ああ、見たことあたらし団子が溺れてる感じがいいね。なんか。こちら、ミニタルトです。ミニタルト。 これおくらこちらリネで200円です200円それで平均500円になるんだこれがフルサンドですねはいフルサンドこれ生クリームだけはいこれがバナナ入ってる賞味期限やばいんじゃないですかそんなの冷凍にすることによって1か月から3か月全て冷凍販売しておりますなんとおにぎり風のおむすびケーキといわれてますスこっちがチーズケーキでこれはクレープですねはいということでよりどり緑なんですけど何が食べたいか言ってくださいクレープ 竹村さんは、これは見てます。はい、すみません。出、はい、<laughs> た。解回答ってどうやったんですか、これ。あ、回答はもう自然解答させていただきました。三時間ぐらい。えっと、もによるんですけども、三時間から五時間ぐらいで。えー、いいですか。はい。どうせ普通のみたらし団子なんでしょうっ。うま。おいしい。えー、みたらし団子いくらでしたっけ。 700円です700円もすんなこれ1本でえま700円大体たい便イでしょまあ今の一口で200円オーバーでしょまあまあ全然うまいよねコンビニのそばに置いてる全然あの一つも200円え賞味期限は賞味期限三3か月ほんとあの30本買いますえそんくらいこれケーキいただきます陳列効率がいい形でいいですね どっちぐらい感想をうん。1000円は高い,、はい。はい。じゃあ、小林さん。ノーマル、ねはい、じゃあ、クレープ。クレープですよ。いきます。はい。うん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 。あの、イチゴとか、ブルーベリーってコーラスとシャキシャキしてて美味しいんですよ。はい。はい、なんか、それが出てて美味しいのと、なるほどちょっと皮が、 うーんなんかあの、原宿とかで食べるよりはもっちりが足りないかなみたいな感じですけど、でも、美味しいと思います。え、ハムさん。本当なんかおにぎりと一緒ですね。おにぎりと一緒ですねってどういう感想ですかあの、もう、その開封が完全におにぎりと一緒で、<laughs> あそういうい意味、ねはい、手順が、はい。味はどう味はあの、はい、普通のケーキです。はい美味しいです。いただきます。どうですか、岩井さん。あ、いや、凍ってるんだ、これ。まだね。はい。 回答具合によってこれ凍ってるのもありなんですか凍ってるのもありですありなんはい確かに映えるし美味しいしこりゃ買うわねにしてもけど月500万とか700万とか売るのはい無人で何ヶ月連続でそれぐらい売ってんですか初月677万円でして、えー、2ヶ月目に関しては370万円っていう感じで<う>、はい、じゃあやっぱ下がるんだ、えっと、はい少し35%ぐらいダウンはしました 3ヶ月目は今の推移でいくと330万円着地予定ですなるほどねすごいねオープン景気かもしれないからこのまま100万ぐらいまで落ちるかもしれないし300万で下げ止まるかもしれないし直営店が今1つだけですか直営店が2店舗とフランチャイズで1店舗あります、うん、フランチャイズの店舗は何4月1日にオープンいたしましたのでばっかり、はい じゃあここは無人の専門家のハムさんにこれはどうなっていくのかちょっと見解を聞きたいですねまあ結論から言えばマジでオープンケーキだなって思ってますお、はい、ご祝儀あもう間違いないという <laughs> <laughs> いいね今日もいいよ調子いいよもの <laughs> 珍しさってことだってよ <laughs> オープンケーキでこう来てんだともうそれはもう僕ら115店舗通ってることなんでああまあまあ間違いないなっていうところうん で、やっぱり、その、まあ、広島ってか直営ってことなんで、はい、広島、僕らの、あの、店舗も売り上げいいんですよ。なるほどね。広島店は、だから。広島っていう地方がか。広島のほうがうまくいってんだと。いや、わかんないですけど。け多いいね。一応。あお <laughs> らないでください。<laughs> 広島っていう地方は、多分、無人は、そもそも、地域性が強そうだなっていうのは、うん、僕らもデータがあったんで。うん、まあ、まあ、わかんないです。ハムさん予想では、オープンケーキは、まあ6、六七百万でこう、こうなって。はい。まあ、三百ぐらいまで、さ、ね。 こここからどこで下げ止まるといやもう100で止まったらめっちゃ上出来じゃないですかなるほどつまり100以下になるだろうってのが羽生さん予想、はい、あ僕の予想ははいああ物珍しさとかが相まるんだろうねそうですねもうこれに関してはもう僕このスイーツに関してはそれこそフランチャイズチャンネル出る前の4月にちょうど1年前にこのスイーツの無人販売場をやるみたいなツイートしてるんですよほ<う>、はい、だからもうこれって僕なんか構想で通っててすでに構想の中でいろいろな懸念点があったんで や,やらずにちょっとやってるみたいな感じですよねちょっと具体的に教えてやつのけれん点をね払拭されてるのかされたいのか気になりますよね今回のプランにおいてこの「映え」っていうところ、はいまあ、映えスイーツっていうのはそもそもなんか初動が強いっていうだけであってなんかどんなスイーツでもめっちゃ初動って強いじゃないですか、はい、でこれの初動が強い理由は、まあ、インスタにあげたいみたいなのがあると思うんですけど、はい、結局これって1回取ったら終わりみたいな、はい、でそのじゃ今度リピートになるには味が求められるんですけど、はい、この価格は まあそのコンビニとかスーパーとかでやっていかなきゃいけないでここに書かれてるそのコンビニとは取り扱ってないみたいな風に書かれてるんですけど同じ類似品っていうのはコンビニにあるんですよねはいこれはコンビニ並ばないスイーツを扱うっていうのはまず間違っててもう同じ類似品はあるっていう感じなんで僕らの扱ってる焼肉とかユッケとか馬刺しとかってコンビニじゃ買えないんですよそもそも確かに、はい、類似品はないんですよねだから今までいろんなスイーツは出てますけど大体いいオープンケーキとか、まあ、そのインスタバズってすごい行列できますけど 今でででもも行列ができているスイーツだってどこにもないんですよね。まあ、そこはまず懸念点めちゃくちゃただ最初は多分地域性で新しいものができてこうインスタに上げたいとかで最初はめっちゃ来ると思うんですよこれは僕らも撮ってるんでまあだろうなって感じですもう想定内なんでただリピートっていうところでいくとコンビニの、まあ、これ単価でいうと3倍4倍の値段で同じような類似品を売り続けなきゃいけないんでコンビニでは1分後に食べれるけどこれって回答があるんで3時間5時間後じゃないですかじゃそのじゃスイーツを食べたいって言って食後に <laughs> 出かけた時にですぐ食べたいっていうのは叶えられないですよねこっちの冷凍だとそこはめっちゃ懸念だなっていうところですねブームだから1回利用し購入して終わりっていうお話についてはそれは確かにその通りといいますか、はい、1回で終わる方も多いいと思いますただ、えー、僕たちは自社製品っていうところではないのでそのトレンド現在のトレンドに沿ったスイーツを常に入れ替えていくっていうことが可能になります なると今度は次の問題が出てきて、手作りスイーツってなると FC 展開をするじゃないですか、はい、1か月の生産量が決まってますよね、それをキャメー店全員にキャパを間に合わせることは絶対できないんですよ。もうこれは僕ら通ってるんで、供給量を多分クリアできないなっていう。はい、この手作りスイーツに関しては、ばーって売ったときに、じゃあ、発注かけたってなったら、じゃあ、今から作りますねってやるんですよね。じゃないと賞味期限がどんどん早まるから。でさあストックできないんですよ、この冷凍スイーツに関しては。ただいさえ賞味期限が2か月しかない中で、 ストック作っときますな、ね、あと1ヶ月例えば早めに作っといたら売れる時期って1ヶ月じゃないですかそうすると加盟店はロスにつながって原価が高いからめっちゃ赤字になると思うんですよでその取りたいタイミングで取れないみたいなまあハムさんすごいねあの参考になるんだけどもうちょっとねコンパクトにやり取りだと助かるなコンパクトにコンパクトかつやり取りだとちょっと講義になっちゃうから 無人業態、蒲屋したいな。株式会社、ハッピー商店社長、斉藤智春。マジック・ザ・ギャザリング、ポケモンカードゲーム専門店、ハレルヤ創業。年賞は60億円超え。テビュプロカードゲーマー、YouTuber、トモ・ハッピーが語る理念は、商売をとことん楽しむ。ホビー界のエヴァンジェリストは、相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。無人業態、蒲屋したいな。お肉にしよっかな。スイーツにしよっかなっていう、フランチャイズ蒲屋希望者の方って、 今後いらっしゃると思うし、はい、例えばお家でお肉とか、このスイーツ屋さん、うまくいってないからもう片方に切り替えようかなっていう方が当然出てきうる関係性だと思ってて、はい、まあ僕はお家でお肉さん加盟させてもらってて、あの、うまいことやらせてもらってるんですけど、まあ、当然その、そういう方の選択肢にも入ってきたり、あるいはこの2つのブランドは同じところでできるのかっていう疑問が今後湧いてきたりとか、 なこの関係性がすごい面白いなと思ってでもなんかハム社長が言ってることってなんかこう今までの経験をもとにその正しいことっていうか本当に素直なことを言ってるように思えててそこら辺そのどう感じてますか先ほどの、えー、供給数っていう点につきましては、えー、確かにハム社長がおっしゃられるようにみたらしだんご瓶を100店舗 すべてに入れるっていうことが商品によっては難しい可能性もあると思います。なので、みたらし団子瓶は30店舗、ショートケーキ缶は30店舗、高級チーズケーキは30店舗っていうような形で、えー、店舗のさ、えー、店舗への、えー、供給のサイクルっていうのをま繰り回していくっていう形もう一つ考えています。消費者の方からしても別の店舗に行くことによって別の商品を食べることができるっていう。<laughs> 楽しみの一つでもなるかなっていうふうに思ってますので供給量はそういった形で改善していきたいなと思ってますそれは良さそうですよねだけど売り上げに差が出ますよねそうすると人気のある商品とない商品でああそれをみんなで探していくみたいな加盟店の競争はあおれないの売れてない店舗がすると売れてる商品売ってる店舗に対してこっちにも取らせてくれよとか 結局では売れてる商品を扱ってるとこはどっかで引き下げられるわけじゃないですかうん、うん、それは売ってる店舗からするとわって思っちゃうんですよやっぱりだ次はこっちの家に行くってなったら<ー>今まで売ってたのにいきなり引き下げられて<ー>次の用意してくれるの<ー>何用意してくれるのってなるじゃないですか的井さんのショートケーキ館っていうところで言うと24専用の工場を新設していただけるっていうことですご売れ行きがものすごいいいというところもありましてもちろん契約書も結んだ上で 5月から稼働させていくっていうお話はいただいたりしていますスイーツ専門無人販売24で勝負を仕掛ける志願者実食を経て商品を巡る議論が展開する白熱を見せるタイガーファンディング一体どう転がるスイーツの氷なんだよねはいすごいね 新しい窓口を作るってイメージじゃん。まあ、ハム社長からね、今後も厳しいのが出るから、まあ僕はもうちょっと気を口変えて言いますけど、僕はもうオー,オープンケーキがもうむちゃくちゃオープンケーキでいいと思ってるんですね。で、スイーツは別に無人じゃなくてもオープンの時は売れるんですよ。逆に言うとオープンケーキがお肉よりも高いと思うんですよ。高ければ高くて、そ下がっていくだろうけど、問題はまだどこで止まるかであって、まあ、 言ってみれば、もう、無人の業態だったら、僕は最初に回収しちゃえばいいと思うの。回収が6ヶ月なのか、1年なのか問題で、回収してしまったら、あともう、利益が3万だろうと5万だろうといいじゃないですかっていう。なるほどね。じゃあ、タピオカなんか屋のように消えていくと。まあ、まさにあの、唐揚げとかがそうだったの。<え>唐揚げなんかもう最初並ぶのよ。半年で回収、3ヶ月で回収しちゃって、あとどこまで下がるかっていうのは、下がった時にも無人だったら、家賃が安いから。だから、あの、 オープンケーキから下がって、うん、家賃からプラス、まあ、倍ぐらい出るやね。そういうなんか消耗ビジネスみたいなの、やりたいの消耗 <laughs> まだ見えてないんじゃないですか、<何>そこは。今の話で言うと、本当、タピオカ屋みたいに、はい、なんかこう、屋号だけ変えて、商品変えてみたいな、その店舗はあるんだけど、なんかこう、いつも商品変わってるなみたいなイメージになっちゃいそうだなって感じだと思うんですけど。おっしゃっていただいたように、直営の初期費用っていう部分で言うと、2か月半で回収しました。 おはい、そこがやっぱりポイントだと思いますよとにかく早く回収して立地が悪ければ下がるだろうけれどもまあ赤字にはならないっていうところまでできたらすごい業態だと思うその僕自身が、えー、このスイーツっていうのが末永く運営できると思っている理由としましてはインターネットを経由,した経由して商品を購入する時の課題っていうところを、まあ、解決できてるっていうふうに考えていますので今後も一定の売り上げっていうのは ててるんじゃなないいいのかなっっう,うには思っていますただこのビジネスは初動を取るんじゃなくてリピーターを集めるビジネスなんで株式会社おうちでお肉代表林伸介お肉専門無人販売所第2のコンビニという新常識を打ち出しフランチャイズチャンネル協力確約正社員ゼロ人会社人で売らずに仕組みで売る次世代型ビジネスで副業の提案ワークライフバランス革命に挑む無人業界のコペルニクスが志願者が打ち立てる新常識に目を光らせる 初初動動をを取取るるるんんんじゃななくてリピータータ集めるビジネスなんでではれすよね別に僕らでも初動なんか取れるんでただリピーターを獲得するのがめっちゃハードル高いのはもう僕ら重々分かってるんですよでこれは合に特化しすぎてその最初を取った後のリピーターがめっちゃ厳しいなと思っててやっぱりもう一個はその、まあ、竹村さんに言うちょっと利益出ればいいよねっていう理論でいくとこのスイーツに関してはでも賞味期限のスパンが早すぎて 多分バッて賞味期限切った時に一気に赤字になるんで、まあ、そのロスが多いとなると原価が高いがゆえに赤字の部分が多いと思うんですよそこめっちゃ心配だなみたいな僕らだと餃子半年とか、まあ、焼肉だと1年とかなんで1回の発注で正直1年売れるんですよねだけどこれってどこまで行っても2か月ぐらいじゃないですか、はい、でそうなるとロスがめっちゃ心配な1回売れてパイカンが売れたからじゃあもう1回100個取った時に2回目のリピーターがないと100個分の赤字出るじゃないですか そこのシェア取れなかったら、加盟店は赤字がその固定費だけで済まなくて、このロスの部分の赤字がめっちゃ大きくなるなと思ってて。30万円発注したら30万円分赤字出ちゃうんで、そこのやっぱ賞味期限の短さは、このビジネスにおいてめっちゃ大事だなと思って。<え><で>あの、<ょ>ハムさんがここに座っている、ハムさんなりの役割って何だと思って座っていらっしゃいますか僕はだから FC 展開をできるっていうところですよね、これが。FC 展開を林さんができるかどうかですよね、だから、大事なのは。 うん、手伝えるかかどうかみたいな僕は結論から言うとじゃあこれは FC でできると思うんですよもちろんもうされてるし林さんが手伝ったら店舗も広がるなって思うんですけど1年後あるかどうか衰退していくなっていうのが僕の結論なんですよねこのビジネスにおいてはこのままだと。なんかさあの聞いていて無人業界で一定の成功を収めた先輩としてあのここに僕は座ってもらってると思うんだけど。 物事って、はいいいことと悪いことととと悪あるじゃないですかその全部悪いと,ところだけを捉まえて最初にガーッと言ってくることって人としてどうなんですか成功したと思ってなくて僕今1年ちょうどやってあなたが成功したと思ってるか思ってないか俺聞いてなくて、はい、ここに座ってる立場としてこの間から志願者に対して俺はこうだけどあんたはダメだっていう言い方しかずっとしてきてないんだよね。それってあの 最初にここに座った志願者にとって、どれだけあなたの発言が彼を最初に苦しめ、緊張させるかを少しは考えてあげてもいいんじゃないですか。うん。例えば途中から専門家としてガン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 言うのはまだしも、いきなり開口一番林さんから止められたぐらい一人で独演会始まってガー潰しにかかるって、この後のここ全体のムードを変えちゃいませんかねそうまでして潰したいですか 同業に入ってくる人をなんかそこが僕のちょっと岩井さんと僕とのちょっと考え方の違いで、うん、僕はどういう考え方なんですかだからそれを聞きたいんですよ単純に結局僕は100店舗以上やってその悪い店舗のことを知ってるじゃないですかでその人たちがどういう思いでやってるかを知ってるからその安易にいいとはもちろん言えなくてでこ,れこれに関してはここにいる誰よりも僕らが今まで踏んできたことなんでそれをここでシェアしとかないとか加盟した今からの人が同じ道をたどることになるんですよ絶対に。 その答えって僕その考え方だけでここに来てるんだったら結局あなたは全部潰しにかかるだけなんだよねたまたまその出る志願者の会が僕と類似してるビジネスが多いんでいやでたまたまじゃなくてこれは多分恣意的にそうしてるんですよ、はい、ハムさんが無人業界で成功してるから彼が無人だからハムさんをキャッシングしてるっていうのはフランチャイズチャンネル側の 思いなんですねきっとフランチャイズチャンネルの思いっていいフランチャイズを紹介するがモットーじゃないですかいやそうですよもちろんですよねだからこのいいフランチャイズ化っていうところは長く続くことじゃないですか、はい、それを危ないですよっていうのは僕はこれを知ってるから今伝えてるだけですこの人がこのスタンスでずっとここに座るなら俺しかやりたくないんだけどぶっちゃけ <laughs> 嫌なんだよねこういうの本当にすごい気分悪くて <laughs> 岩井と虎の激論盛りり上がりを見せる前半戦 異様な空気感漂う中、後半戦へと突入する。全国展開をかけた挑戦。その行方は、物語の結末を見逃すな。これはやめた方がいい気がするな。